こんにちは、こんばんは、です。今回はこちらなんですが、ヤガミライト君かな。デスノートはね、知ってるけど知らないっていう感じ。もちろんデスノートは知ってるし、見たことはあるんだけど深くは知らないんだよねって感じなんですけど、コラボはね終わってます。コラボはもう終わってます。なんだけど単発ドリームで弾くことができまして、一応ね使ってみた動画撮ったんですけど、なんかそのままにしてしまい、あ、そういえば 撮ろうと思ってたけど撮ってたな、あ、そのままになっちゃったっていうので、ちょっと改めてやっていこうかなというふうに思います。ってことでどこやろうかな、クラスマッチいきましょう。今回はこんな感じですね。 HP が上がってて攻撃が下がってる、これが神、まあはそのままって感じだね。はい、ってことでパッチこんな感じ。さっきね適当ではないんだけど、ちょっとパッパッパーって入れてみて、あ、アズレール久しぶりに入れてみたいみたいなね感じで、こんな感じでいきましょう。まあリーダーでポンって置ければとりあえず行かせはしそうだからね。神の HP 上がってて攻撃下がってた、竜の HP が下がってて攻撃が上がってた、魔は変わらず、ふむふむふむ、よろしくお願いします。まあ神で行くよねそりゃ。今日からお願いします。おーい、おーい、なかなかおーいだぞそれは。いやちょっとこっちでいいや。いや捨てたくなかったよ、捨てたくなかったね。なるほど、さあ軽く頭を使いましょう。ブランジェッタ置いて、まあ、呪いはねちょっと生かしたいなと思うんだけど、 HP 高いからね。アッシュナレイ、あそこやだな。金サブロ、金サブ、縦に行きたいとこだけどこっちに行こう。これさ回り方ちょっとやばすぎるよね。金サブー、フェリット&プティ、フェリッタ&プティか、フェリプタティとか呼んじゃうからね。まだ大丈夫ね、まだ余裕だね。こっち行きます。これで終わる。19枚以下だからね。2、4、6、やっと12、まだ大丈夫。ファヌファヌファヌってる、ファヌってる。なるほど、毒攻めだ。ちょっとアズ生かしたいから、いい毒だ、いい毒だ。こっちってこっ結構回復するやつだな。辛抱してくれ。悪しき魂には裁きの光を。なる、なるほど、なるほど。やるか、早速。いや、駒の周りがなんかいいのか悪いのか分かんないけど、これを打てない。これが打ちたい。まだいけるか。苦しみに戻るがいい。ちょっと呪いを生かしたいからね。案ずるな、予測の範囲。でもね、半分切っちゃったんだよね、相手の HP。時を変える恐ろしさ、味わってもらおう。痛い、痛い。
くてもいいのに。いやこれね、どこ置いても辛いんですよね。右上のアズはあるけど、エスペランタとくっついちゃうんだよね。エスペランサ、ほい、ここしかないかな。吸収したかったけど、でエスペランサとくっついちゃうんだよ。これノロイ、三つノロイ、これですよね。ありがとうございました。いい火力、ありがとうございました。もう一回行きましょう。では2戦目行きましょう。ちょっとね、最近使ってない駒をちょっと、あれは夏バージョンのマスティアで合ってるよね。あれマスティア合ってるよね。ちょっと久しぶりすぎて、まあ、ちょっと入れたりとかお前してるんですけど、今日から始まる、はい、これやられるよ。完全なるキラの世界が、よろしくお願いします。おエル対、これすごい戦いですね。これデスノート好きな人はどうなんですかね。本当に知ってる人ね。自分も表面しか知らないから。削れた。まあこっちも削られますけどね。5000ぐらいはいく？私はエルです。いくね。それやっぱいくよね。17%。強いね。置いていきましょう。これで終わる。おお。いいね。原作そんな知らないけど、なんかいいなって思う。とカルマは今最近使ってなかったんで、ちょっと入れてみたよって感じですね。あなたも錬金術に興味が終わりで、ルチェかな。ルチェでもいいかな。罠かもしれないし、特殊罠ではない。ジルドレか一枚返しの罠か。あー、そういうエクローシア。エクローシアは可愛く返す。いやでも魔を置いてってもいいな。魔を置いていこう。うわー、ベルフェ、それは予想しない。なるほどね、これはすごいわ。うわ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 、ダメます。面白いですね。プラスマッチってやっぱこういうとこが面白いんだろうな。まあ、ダイヤモンドから始められるのがね、本当に久しぶりなんで楽しいんですけど、いろんなデッキ使ってる方がいると、まあ面白いよね。結構いい感じで毒は入ったと思うんですが、うわー、それの駒人気だよね。でもそれはこっちに行くより、そっち行って角っこ取られたらできないから、こっちに行くべき。ちなみにこの人のコンボスキル何？正直バカっぽいだけに。2500？2000 か。わからなくなりました。強くないか？大丈夫だね。大丈夫大丈夫。OKOK。ルシファー様の邪魔はさせん。ありがとう。これで大丈夫かな？3000ぐらいいく？あ、カルマメ強いね、やっぱり。
ありがとうございます。では最終戦やっていきましょう。ちょっとね時間が長くなったりとかしてるのでちょこちょこカット入れたりとかしてるかもしれないんですが、 OK 相手が神ですね。28000ジェイがいそう。今日から始まる。シュクレ偉い。完全なるキラの世界が。まあですねですね。最初から来ちゃうもんね。強いよね。うん強い。これと上はやめてよ。ほらーシュクレのほらシュクレのほら。さあ軽く頭を使いましょうか。いやルキはまだだな。14000半分ね。おおなるほどなるほど。ルチェが引っかかるかな。そんなに急がなくてもいい。ちょっと怖いから 1.6 倍でしょ。 1.69 倍か。こっちひっくり返そう。怖い。ジェイがいたらもうそれだけで怖いもんね。4800.68000ちょい。2枚返しだもんね。いやーローランね、わかる。自分もローラン好き。ここ置くとこれで終わる。怖いんだけどね。左下取っちゃうと間に入れられちゃったりするからちょっと怖いんだけど、でも早めに締めないと。いやローランが怖いんだって。置いて、あ、吸収強っ。どこも入りましたね今。吸収強いっすよ。うん。まあそれは分かりきったもんですよね。なるほど。なるほど。これね一つ言っていい、どんどん回復するとね、どんどんあの両サイドの子たちが打てなくなる。いいね、毒はいいね、毒いいよ。もっこ毒入る？はいはい、あこれは4枚返しは怖いよね。でも1600のやめとこうか。危ないね。こっちだね。よかったよかった。危なかった危なかった。おで OK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  で吸収できるよね。最後ベルゼブブ来た。来たがり来たがり。打てないけど。打てなかったんだね。そっかそっか。オッケーオッケー。ジルドレで吸収強いな。吸収ありがとうございます。ありがとうございます。あありがとうございます。はい、ということで今回はこちらの補正ですね。魔は変わりはないという感じなんですが、こちらのデッキこの方ですね。僕は矢神ライトで言い方ありだよね。はい、
あるよね。あ、いいよね。新世界の神、普通に知らない、本当に知らなかったらね、ヤガミ月とかね、ヤガミ月とか言いそうだけど、ヤガミライトであってライトくんだよね。はい、のマトーカですね。今回新しく追加されたキャラだと思うんですけど、ちょっとね、使ってみましょうと。最終日かな、かな、単発ドリーム多分最終日か、その1個前だと思うに、あ、ブーって震えて、いえって感じだったので、そうで、とりあえずこっち作っとこうで、まあ、作ったんですけど、ちょっと改めて、ちょっと使ってみて、もうめちゃくちゃ良かったね。まあ、毒はもうじりじり削ってくれてるし、で吸収も何回か見せれたので、はい、まあ、かなり活躍してくれたんじゃないのかなと。だから普通に、うん、最近の強キャラの中でもこの方は入るんじゃないのかなと、はい、いうふうに思います。ということで今回はクラスマッチですね。久しぶりのダイヤモンドですけど、クラスマッチでヤガミライト君の的岡、使って挑戦しました。最後までご視聴ありがとうございました。あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ってことでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。